本項目では、ベトナムの人名、特に主要民族である、金属の生命について記述する。なお本項では、現代の名は、カタカナ表記を、近代以前の名は、漢字表記を基本とする。ベトナム人の名前は、聖、マノ名、称する名により構成される上位10位の生で人口の85%を、占める。現38.41%人11%。 はじむ9.5%、半7.1%、半5.1%、半4.5%、部、部3.9%等2.1%、はい、2%、リ1.4%。ベトナムは、漢字文化圏に属しており、人名も主要民族である、金属を中心に、漢民族の人名に類似する。婚姻の際は、夫婦別姓となり、子は、基本的に父の姓を継ぐ。 典型的な人名は、現不見栄のように、完成で一音節のエッジと、一音節のテーメートル、一音節のテー CHNH からなる構造である。名付けに使われる語は、必ずしも、漢字由来のものに限らず、庶民の間、特に地方や女性では固有語による名付けもかなり存在している。なお、現代ベトナム語の表記では、単語区切りでなく音節区切りでは価値書きし、 固有名詞は全音節の頭が大文字になる。性は一般的に一音節の完成であり、玄、陳、はじむだけで全体のほぼ60%、半、木、半も含めると75%に達する。性は複数音節のものも存在する。二音節性の例としては、元朝の大臣、御子都出説のトン、タットがある。長いものでは、歌手のクインジャオの本名は、 グエンフックコンタントンヌー、ドアンチャンであり、生は、グエンフックコンタントンヌーである。これは、現長の提出につながる生である。また、子供が、両親の生の両方を名乗ることもある。レホンホント、グエンチミンカイトの娘であり、ベトナム共産党の法治民委員として務めたレ、グエン本民のような例がある。マの名は、男性で、バニア、バー、女性で、チア、 ジェウなどバリエーションはそう多くはない。過去においては、女性のマの名は、その100%が血であった。マの名は、称する名とは一体化しておらず、また、中国の廃校技、朝鮮の行列時のような世代の区別に使われることも、ない。現踏み絵を現恵と、通称するように、男性において、マの名は省略されることがある。また、レズアンのように、 魔の名をそもそも持たない例もある。由緒ある家系では、魔の名が死派の名の区別に使われることがある。この場合、主派の名は、聖魔の名で弁別され、世代を超えて継承されるため、時として両者が合わせてに音節のせいであるかのように、扱われることもある。例えば霊長後期の皇帝では、はじむに、はじむただし単のように、 はじむただしが、元朝の皇帝では、この南国王の頃より、玄福、玄福、玄福広のように、玄福が受け継がれた。称する名は、通常一音説であり、他の漢字文化圏と同じく、男性であれば、ナム、タン、フーン、チェットなど、女性であれば、ハイン、ホア、トウ、マイなどのジェンダーに適したものが用いられることが多いが、ビン、 民などの男女どちらでも用いられるものも多い。二音説の例としては、グウェンチミン民会のようなものがある。二音説明は女性に多く、その場合は通称において、マのナが省略されがちである。女性の二音説明としては、ミンクオク、トゥイエットマイなど指的なものが多い。相手が地位の高い人間であっても、故障に使うのは、性ではなく、称する名である。例えば、 ゴディン・ディエム大統領は、生が、ゴ、魔の名が、リン、称する名が、ジエムであるため、ゴ大統領ではなく、ジエム大統領と呼称する。また、この例からわかる通り、大統領、先生、医師のような継承も生にではなく、称する名につけられる。生を呼称に使うのは極めて例外的な高い権威を表すときに限られる。これはホーチミンを、ホーチさんと、マタトン、 ドックタンをトン、おじさんと呼ぶような場合である。ボーグエムザップ将軍であっても、生前の継承はザップ将軍やザップ兄さんであった。国家英雄等に関しては、同様にボーチサウをボーチサウ姉さんと呼ぶような例が見られる。実際に身近な人を呼ぶ際は、同年代の友人同士であれば、個人の特徴をつけて、ノッポのナム、鼻歌のクイーンなどのあだ名で呼ぶ。また、 同名の男女、例えば女性のグエンチビンと男性のグエンバンビンが一緒にいる場では、魔の名を含めて、女性をチビン、男性をバンビンなどと呼び分けることがある。年齢がある程度異なる相手を直接呼ぶ場合は、兄程度の年上である男性のビンさんなら、アンハングをつけて、アインビン、姉程度の年上の女性のビンさんであれば、CH をつけて、チビン。 自分の両親より若いくらいの年上で女性なら、子をつけて、公便、男性であれば、CH をつけて、中便、弟や妹程度の年下であれば性別問わず M をつけて、M 便等々、年齢や立場、関係性によってこと細かに変化し、また同時に自分を表す一人称も変化する。なお、日常生活では、称するなしか意識せず、 性はほとんど使用する機会がないため、親友同士であっても互いの性を知らないという例が多い。ただしフェイスブック等の SNS の普及により、多少は状況が変わりつつある。ベトナムには、文句メール語派や、マレーポリネシア語派などの悲観自分化民族も多く、存在し、それぞれ民族固有の語彙、命名法による名を持つ。中華系であるホア族の名はほぼ完名であり、 魔の名を持たないことが多い。金属と言語的に近い無音属の名は金属と同様であるが、性のバリエーションや同性の占める割合が異なる。フランス、アメリカ、ドイツなどの在外ベトナム人では、性の trn をトランとウィンをニューエンと語読され、またそのまま語読を受け入れて正式な性にすることがある。日本語の文献においてもトラン、 入園と書かれることがある。訳中、ベトナムでは、中国同様に寝台の上に敷くものとして、かやや、いぐさなどを編んだものを用いていた。これが、トマであり、主に小屋などの上部にかけるものを指す日本語の、トマとは意味が若干異なる。なお、現代ベトナム語では、メートルはマットレスを意味する、ハットレチュンホア、エッチブヤテーンニービットナム、エイチアノイ、ビットナム、 NXB コア HCX ホイベトナム語表現とことんトレーニング白水社 P51 ISBN 978から4から 5600862858AB 田原広木ベトナム語の仕組み白水社 P31 ありがとうございます